ポチッとな。いきますよ。3、はい。ついてるね、ついてるね、ついてるともみん。今日も楽しい、ついてるともみん。ヘイ。すごいですね。だからジョージです。ってこれ、ライオンマルさんいる？だってここで喋っててこうやってるとさ、声こもっちゃうじゃん、多分。だからっつってここにいてさ、こいつもって動かしてて、俺も口動かしてたらさ、どうなのって話だよね、これ。いやー、まあ楽しいじゃないですか。100本超えましたよ、皆さん。101回目のプロポーズってあったの知ってます？知ってる人。古いねー、また。知ってたら。いいんですよ、僕は古くても。どうですか、これ。ネックレスみたいになってませんか？あんまガバってんのね、ネタバレするので、嫌ですけど。もうちょっと改良が必要だな、これな。うん。もうちょっとだね。もうちょっと、こうでもいいのかもしれないね。こうでもね。まあ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 、まあいいや、まあいいや。そうそう、神様に上手に助けてもらう方法とかさ、あったね。いろいろ調べたら、ひとりさんのやつ。うん。でね、どうしようかな。まあいいか、どうにかなんな。うん。で、私は神です。あなたも神です。みんな、神です。は、自分の中に内神様がいるよっていう定理の話ですよね。うん。内神様。そう。自分の中に神様がいるよって。そうよ。だからさ、体は、なんていうの、神社のお社っていうかそういう感じでしょ。だから頭をきれいにして、顔をきれいにして、足元きれいにしましょうねってことなのよ。うん。そうすると頭をきれいにしてると、ほらきれいな屋根はきれいでしょ。雲の巣張ってたりとかしたら汚いでしょ。うん。顔だってさ、ねえ、汚かったら神社の正面ってわけだよ。うん。お社のやだよね。汚いよ。そんな神社行きたくないよね。でさ、上と顔はいいのに、下がさ、下がグタグタだったら嫌じゃない？なんか傾いちゃってんじゃないの？こんな上綺麗なのにって。まあないけどね、そんなとこはね、まずね。うん。大抵上と真ん中が顔が良ければ下もいいんだけどさ。ゴミ落ちてたりとかしたら嫌だもんね。うん。だからだよ。だから髪の毛を綺麗にすると、天の加護があり、顔を綺麗にすると世間の加護があり、足元を綺麗にすると、ご先祖様からの加護があるって言ってね、いいことばっかりじゃないですか、これ。でね、この自分の中に神様がいるってことに気がつくと、自分が神様だってことでしょ。だって自分の中に神様がいるんだからイコールじゃん。だから私は神ですなんだよ。なんだけど、これ人間みんなそうだから、あなたも神です。みんな神なんだよ。だからさ、今日もさ、運転してて思ったけど、こう車でさ、トラックで走ってると、やっぱ割り込みとかね、チェって思うことはあるよ。確かに、イラって、クッってなるときはある、本当に、よくある。うん。でもさ、そこをね、俺はもうなんだ、そういう変な感情を抱いても、言わないことにしてる。うん。全部、ついてる、ついてるとか、ああ、この人も神なんだなって思うようにしたら、これ今日思うようにしたんだよ。そう、いつもさ、そういうイライラしてるときはついてるついてるとか、神の御名神様お助けいただきましてありがとうございますって言ってんだけど、今日はあ、この人たちもみんな神なんだって思ったの。たら楽になった。うん。これまた明日もさ、またやるけどね、言霊チャレンジ第2弾、私は神です、あなたも神です、みんな神です。神ばっかりじゃないですか。いいじゃないですか。皆さんで神ワールドですよ。なんだそれみたいなね。いやさ、楽しいよね。もうね、いっぱいな嬉しいこと、例えばほらコメントくれたりとかする方もね、いるんですよ、たくさん。本当にありがたいことに、もう感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますって、本当にこんなんじゃ足りないけど、うん。もうね、舞い上がるところの騒ぎじゃないですよ。
今こうね、なるべく抑えて喋ってるけど、グワーってこう、グワーってのがこう見た、今身長5センチぐらい伸びた時期にほら、グワーってすいません、あの、いや調子に乗るって、そりゃいっぱいあんだけいろんなあのコメントでさ、皆さんがこう応援してくれてさ、でヤッホーさんまでなんかあの珍しく珍しくって言っちゃったヤッホーさんまで忙しいのにさ、あれよ、俺にコメントくれたのよ、ちゃんとわざわざさ100本で、ああもう素晴らしいコメントすぎてね、うん、泣けてきそうな感じになるいや、それ以外にもね、皆さんからもらってるコメントとかね見てるとね、うん、ちょっとねうるってきますよ、そりゃまだ始めたばっかでさ、右も左もぶっちゃけ分かんない感じでやってるけどさ、でもね、なんか本当にありがたいなって思う、うん、それが言いたくて今ね動画にしてる、うん、だね、何でもいいんだよね、コメントとかくれたら本当ね返していこうって思ってますんでね、ちょっとタイムラグができちゃう可能性もあります、先に言っときますはい、あの今の仕事の都合上、はい、うん、なのでまあね、ちょっとね今後ともよろしくお願いします。でチャンネル登録まだの方、今はねこんな感じで喋ってますけど、もっとねあのぶっ飛んでるやつとかも多々あって、オープニングとエンディングの曲やたら長いのとかねあるんですよあ、ごめんなさい思い出したけど自分で笑っちゃうよね、うん、いや本当にね、けどね、あのコメント なりなんなりってこうありがたいことが多すぎて、もう伝えきれないぐらいな感情でいっぱいです。本当に感謝してます、皆様ありがとうございます。今後ともついてるともみんをよろしくお願いいたします。はい、そんなんばいで、じゃあいきますか、待望のエンディング中毒になっちゃってる人もいるみたいなんでね、やっとかないと怒られちゃいますんで、はい、いきますよ、歌える人一緒にいきますか明日ずっと頭の中もあるよこれ、ヘイヘイホーヘイヘイホーヘイヘイホーついてるともみん、ヘイヘイホー、ヘイヘイホーいいことあるぞー、ついてるともみん、あ、これは所さんばりにやんなきゃいけないから、いいことあるぞー、ついてるともみん、すごいですねーって、宝ジャージでーすってコラボしますよ。あとあの人ウクレレさんウクレレさんじゃない、ついてるウクレレさん名前変えたんですよ、はい、カンちゃん1号とかのさっきやってましたね、頼みますよ、ちょっとあのコラボみんなでやりますよ、ほらもうガーッとガーッとガーガーッと、そんなんばいで、ついてるともみんでした、すいません長々と、さっきも言いましたが、チャンネル登録まだの方ポチッと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 押してくださいね、よろしくお願いします。コメントも皆さんお待ちしておりますんで、はい、励みになります本当に、その代わり僕はパワーをあげます、元気をあげます、はい、そのでよろしくお願いします。じゃあ、ついてるともみんでした。この動画を見てくださいました皆様に、すべての良きことが雪崩のごとく起きます。はい、間違いないです、大丈夫です。じゃあねー、じゃあねー、バイバイキーン、ウィンウィン。